リバプール最新ニュース4点目の起点とな。遠藤・ウェファ・ヨーロッパリーグ・欧州 EL 決勝トーナメント。1回戦セカンドレグ・リバプール対スパルタプラハの。ゴーが現地時間14日に行われ、リバプールが6、1の。リオを収めた、この試合でサッカー日本代表ミッドフィルダー。藤こは先発出場を果たし、4点目の起点となる。どチームの勝利に貢献している。 今シーズン、リバプールはスポーイー・ビー・ナウで全試合配信中。ユー・ネクストから加入で。両トライアル実施中。PR リバプールを率いるゆ。ゲンクロップ監督は、遠藤やフォワード・モハメドサ。ミッドフィルダー・ソボ・スライド・ミニクなどの主力を先発。要してこの試合に臨んだ点7分には、フォワード・ダルイン。ヌネスが先制点を決めると、 直後の8分にミッドフィルダーを。クラークが追加点点10分にはエースのサラ。もゴールを決めるなど、早々にゲームを決定ず。た、遠藤が起点となって4点目が生まれたのは13。だった、クリアボールをうまくカットすると。ラハのミッドフィルダー梶村チを引きつけながら3人の。手に囲まれた状態で前線のサラへとする。パスを送る。 プラハのディフェンダーマチェリネシュが、ライディングでサラーへのパスをカットし、うと試みるものの、こぼれ玉をすぐに脱げ、が広いサラーへとつなげた、サラーはペナルテ。エリア内へグラウンダーのクロスを送ると、フォワード。リガクポがワンタッチで見事にゴー。を決めている。遠藤の見事なポジショニング。ラのパスカットと相手を引きつけながらの、ルーパスが起点となった、 リバプールの流れ。ような美しいゴールだった、リバプールは、そう。あと42分に相手に1点を返されたものの、後半に2点。追加して6、1での大象を収めている、このケツ。2 0合計11、2でリバプールがベスト発進出を果た。他、次ページ動画遠藤渡るが起点。リバプールの。C ーゴールがこれだ。イングランドコラムに。 スプレミアリーグリバプール欧州作家海外サッカー遠藤渡る